この動画では緩和の動画の2個目ということで T2 緩和について説明していきます。前回 T1 緩和について説明しましたけれども、今回は T2 緩和となります。この緩和について勉強することによって T2 強調画像における信号などが原理からしっかり理解できるようになります。今回の目標としては緩和現象、特に T2 緩和についての理解を深めることを目標にお話しし、キーワードについてはこのようなキーワードについて出てきますので、このようなキーワードについて興味がある方はぜひここから先の動画もご覧ください。それでは始めさせていただきます。 T2 緩和について説明していく前に、共鳴と横軸について復習していきたいと思います。生体内には多数の磁石、磁気モーメントがあるわけですが、この赤色の磁気モーメントの合成として黄色の挙子的磁化があります。それぞれの磁気モーメントに対してラーモア周波数の特定の RF パルスを加えると共鳴現象が起きます。共鳴すると次の2つの変化が同時に起こるわけですけれども、まず縦磁化に注目してみると、エネルギーが低い直立方向のプロトンがエネルギーを得て倒立方向になっていきます。このような倒立方向のプロトンが増えていく過程が起こるわけですが、 RF パルスを切るとまたこのエネルギーが高い状態からエネルギーが低い状態に戻っていきます。これが前回説明した T1 緩和でした。今回注目したいのはこの ② の横軸の変化です。最初磁気モーメントはこのような挙動をとっていますが、このような状態で上からライトを当てて XY 方向の影を見るとこのような影が出来上がります。このそれぞれの磁気モーメントの影というのは最初は点でバラバラの方向を向いていて、これらの合成ベクトルは打ち消されてしまいます。しかし RF パルスを受けると RF パルスがあたかも亡霊の笛のように働き、全てのプロトンが整列して揃います。これらの合成ベクトルを取るとこのような大きなベクトルとなるわけです。つまり RF パルスを加えると全ての磁石が整列し、合計すると大きな磁石となるというのが横軸の変化です。そして RF パルスが号令の笛のように働くというふうに考えるとすごくわかりやすいと思います。それでは今回のテーマである T2 緩和について見ていきます。緩和に関しては基本的には共鳴と逆の現象というふうに考えるとわかりやすいです。その中で特に上方向からライトを当てて XY 方向の影の動きを見る横軸について見ていきたいと思います。最初磁気モーメントがこのような配置をしているわけですが、左右左右と点でバラバラの方向を向いています。この状態で上からライトを当てるとさまざまな磁気モーメントが点でバラバラの方向を向いています。このような状態でベクトルの足し算を行っても合成ベクトルはゼロとなってしまいます。ここでラーマ周波数に相当する RF パルスを加えるとこのような共鳴が起こるわけですが、全ての、磁気モーメントが右方向を向いています。この状態でライトを当てるとこのように整列したかのように磁気モーメントが並び、ここで合成ベクトルを取ると大きな右向きの合成ベクトルが出来上がります。これが励起された状態ですね。そしてこの状態で RF パルスを切ってしばらく時間が経つと緩和現象が起きます。そうするとまた左右左右と点でバラバラの方向を向いていることがわかります。共鳴とは逆の過程をたどり、またバラバラの磁気モーメントになるというのが横軸の緩和現象です。このように図にまとめると T2 緩和というのは横軸に注目して共鳴と逆の現象をたどること、つまり整列していた横軸のベクトルがバラバラになっていくというのが T2 緩和です。 T2 緩和については励起という号令の笛で揃ったベクトルがどん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 分散していく過程を表します。最初は大きな合成ベクトルを持っていましたけれども、最終的には全てがバラバラになって綱引き状態となりゼロになってしまいます。つまり T2 緩和は横軸のベクトルの足並みが揃わなくなる過程を表し、この横軸のベクトルの足並みが揃わなくなっていくことを位相が分散するというふうに専門用語で表現します。
最初大きな矢印を持っていましたが、最終的に0になるため、合成ベクトルは時間とともに減少します。その過程をグラフにプロットしていくと、大きな矢印からどんどんちっちゃくなっていき、最終的に0に近づいていくため、T2 曲線については、このように指数関数的に減少する曲線となります。T2 曲線については指数関数的に減少していくわけですけれども、この減少スピードを表すおおよその時間を決めていきます。このアイデアは T1 の時と同じアイデアで時定数という概念を使っていくんですが、この指数関数的に表される式で、この T2 分の T が同じ値になる時間ですね。小文字の T イコール T2 の時、E のマイナス1乗、マイナス乗は逆数という意味なので E 分の1となるわけですけれども、この数値を使っておおよそ 37%、 つまり最初矢印は足並みを揃えて 100% の横時間を持っていますが、どん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 ばらけていき 37% に減少した時間を T2 緩和時間というふうに定義します。この分子と分母が同じになり E のマイナス1乗となる時間で決める時定数という概念は T1 と T2 同じということですね。横軸 MXY が初期値の 37% まで減少する時間を T2 緩和時間と言い、 T2 緩和時間は横緩和時間もしくはスピンスピン緩和時間とも言います。この T2 値という値を用いて位相が分散し減少するスピードというのを比べていくわけですね。それでは T1 の時も行いましたが、指数関数と時定数の関係について見ていきたいと思います。 T2 の場合は時間的に減少する指数関数です。もともと 100% から 0% に向かって減少する時には直線的に減少するのが理想ですが、 T1 の時の伸び悩みに対して T2 の時は下げ悩みのようなイメージのグラフとなります。100% から 0% に理想的に減少せずに、この部分で接しながら 37% までしか減少しません。この値を T2 値という時定数で定義します。ここからまた理想的には 0% に向かって進むわけですけれども、この部分が接しながら、この 37% までしか減少しません。そこからまた理想的な直線を引き、その 37% までしか減少しません。これを繰り返していくことによって、このような T2 曲線、指数関数的に減少する曲線を描くことができるわけです。当然、この 37% まで減少する T2 というのが、減少のスピードを表すパラメーターであるというふうに考えるのは簡単だと思います。この T2 が、この辺りにずれていくと 37% まで減少する時間がこの辺りとなるので、このようなゆっくり減少する曲線となります。 T2 が長いとゆっくり減少する、 T2 が短いと早く減少するということを表します。 T2 緩和については最初足並みを揃えていた時期モーメントが時間が経つとどんどんバラバラになっていく過程でしたけれども、これを専門用語で位相分散と言います。この T2 緩和が起こる理由について考えていきたいと思うんですが、まず結論から言うと、隣の磁気モーメントの影響で磁場が乱れ回転速度が変わるからというふうに説明することができます。こちらに重要な公式であるラーモアの式を示しましたけれども、磁気モーメントが受ける磁場 B0 が決まると再差運動の周波数オメガが決まるという式でした。もし仮に 1.5 テスラの磁場にいるとして、すべての磁気モーメントが完璧に 1.5 テスラの磁場を受けていた場合、この式より同じ回転速度で回転することになりますけれども、磁場の乱れが発生した場合、この B0 の値が多少変わってしまいます。よってそれぞれの磁気モーメントが受ける磁場が多少変わってしまいますので、それぞれの回転周波数がずれていってしまいます。こちらに赤色、紫色、青色の磁気モーメントを示しましたが、赤が速く回転している磁気モーメント、青が遅く回転している磁気モーメント、紫が中間だとすると、最初足並みを揃えていても次の瞬間赤は速く回転しているためこの位置、青は遅く回転しているためこれだけしか回転していない、紫は中間というふうになります。
これを刻一刻と積み重ねていくと、赤はどん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 進んでいき、青はあまり進まないというふうになりますので、このような位相分散が起きていくわけです。それでは次のスライドでは、なぜその磁場の乱れが生じるのかについて見ていきたいと思います。それでは磁場の乱れがなぜ生じるのかについて見ていきたいと思うんですが、それはスピンスピン相互作用と呼ばれる現象が原因で起きます。スピンスピンの相互作用ということで2つの磁気モーメントを用意しましたけれども、もし仮にこの磁気モーメントが 1.5 テスラという環境にいる場合は、それに応じた再差運動の周波数で回転しますけれども、隣にも磁気モーメントがある場合は、磁気モーメントというのは一言で言うと小さな磁石というふうに見なすことができますので、当然このミニ磁石も磁力線を作っていることになります。そうすると正磁場 1.5 テスラに対して、このミニ磁石が作っている磁力線がこのようなちょうど下向きになっているところで重なっていますので、この2つが重なり合い、理想的な 1.5 テスラよりも少しだけ弱くなってしまいます。このように隣の磁気モーメントの影響を受けることをスピンスピン相互作用というわけです。隣の磁気モーメントの影響で少し磁場が弱くなることによって、ラーモアの式より再差運動の回転速度が少しだけ遅くなります。同じような考え方で、このように2つのプロトンが縦に並んでいる場合は、このミニ磁石の磁力線のこの上向き方向の影響をこの正磁場が受けることになるので、理想的な 1.5 テスラよりも少し磁場が大きくなります。そのような場合は隣の磁気モーメントの影響で少し磁場が強くなり、再差運動の回転速度が先ほどとは逆で速くなります。このようにプロトンがどのように並んでいるかによって再差運動が速くなったり遅くなったり、ばらつきが生まれます。またプロトンは刻一刻とその場所を移動していますので、刻一刻とその正磁場の挙動が少しではありますが変わっていくことになります。これが回転速度の違いを生み出すことになり、このせいで刻一刻と位相分散が起こるわけです。これが隣のプロトンの磁力線の影響を受けるスピンスピン相互作用の説明でした。ここで T2 値が長い組織について見ていきたいと思います。T2 緩和は位相分散が起こる中で信号が減衰していく過程でしたけれども、 T2 値が長い組織というのはその減衰が遅く、 T2 強調画像で高信号となる組織となります。代表的なものを一つだけ覚えていただきたいんですが、それは水です。こちら、脳の T2 強調画像ですけれども、側脳室体部の中にあるこの脳脊髄液が高信号となっています。こちらは腹部の T2 強調画像ですけれども、腎臓の中にある腎嚢胞、もしくは膵臓の IPMN と呼ばれる嚢胞性疾患がいずれも高信号となっています。嚢胞は袋の中に水が溜まる疾患ですので、 T2 強調画像で高信号となるわけです。こちらの脳の画像では参考に拡散強調画像を小さく示していますが、この部分に脳梗塞があります。その部分は時間が経つと血液脳関門が破綻し、血液から脳組織へと大量に水が入ってくる血管性浮腫の病態となった時、このように T2 強調画像で高信号となります。いずれの共通点も、水が高信号となっているということです。水は T2 値が非常に長く減衰が遅くなるため、 T2 強調画像で信号が高いというのが T2 強調画像の読むポイントとなります。先ほどのスライドで T2 強調画像で高信号となる代表的な組織として水をご紹介させていただきましたが、それではなぜ水が T2 強調画像で高信号となるのかについて見ていきたいと思います。それを理解するためには相関時間という考え方が役に立ちます。この相関時間は分子がある一定の状態にとどまる平均の時間として定義されています。こちらは先ほどのスピンスピン相互作用の図をそのまま示しましたけれども、2つの磁気モーメントがある場合、片方のミニ磁石の影響で、理想的な 1.5 テスラからこの図で言うとこの磁力線の下向きが邪魔をし、理想的な 1.5 テスラよりも少し小さくなってしまうというふうに説明させていただきました。しかし、実際には
磁気モーメントというのは動いていますので、ずっとこのような状態にいるのではなく、時間が経つとこの磁気モーメントはどっかに行ってしまいます。当然ですけれども、この状態に長くとどまればとどまるほど、スピンスピン相互作用の影響は強く受けることになります。水というのは周囲に邪魔をするものがなく、分子の動きが非常に速い組織と言われています。よってこの状態にいたとしても、少し時間が経つとこの磁気モーメントがどっかに行ってしまうため、相関時間が非常に短い組織です。よってスピンスピン相互作用の受ける時間が短く、 T2 減衰の影響が少なくなり、 T2 が長くなるというふうに理解することができます。このようにスピンスピン相互作用というのは相関時間とセットで、理解することによって考え方が深まりますので、この相関時間をポイントとして押さえていただけたらと思います。ここで少し発展的な内容になりますが、 BPP 理論という理論について見ていきたいと思います。まずこの BPP ってなんだという話なんですけれども、ただの人の名前です。ブロンバーゲンさんとパーセルさんとポンドさんの3人が考えた理論ということで、このような名前がついています。そして重要なのはその内容ですけれども、相関時間から緩和時間を考えようという理論になります。こちら横軸が相関時間、縦軸が T1 値 T2 値となります。両方ともログをつけてグラフを見やすくしていますけれども、横に行けば行くほど相関時間が長く、縦に行くほど T1 値 T2 値が長いということになります。まず一つ目のポイントですけれども、相関時間が短いほど T2 が長いという考え方があります。それは今回学んだ T2 についてですけれども、相関時間が長ければ長いほどスピンスピン相互作用の影響を強く受けるため、あっという間に信号が減衰するということで T2 が短くなります。よって、このような単調現象のグラフとなるわけです。水というのは非常に相関時間が短かったため、このように T2 が長いということがこのグラフから説明することができます。ここからは前回の復習ですけれども、T1 の緩和について考えると、このような極小値を持っていることがわかると思います。この極小値というのは、前回勉強したエネルギーのキャッチボールからなります。 T1 緩和というのは周囲の環境が、強く影響していて、再差運動、磁気モーメントの再差運動と周囲の環境が同じような回転速度で回転しているとき、効率的にエネルギーのキャッチボールが起きました。そのちょうど良い回転速度の時にこのような極小値となるわけです。周囲が水のように非常に速く回転している場合は相関時間が短く、周囲が氷のように非常に遅く回転している場合は相関時間が長くなりますけれども、いずれも、エネルギーのキャッチボールは効率的に行われず、 T1 値は長くなります。そして、このグラフからもう一つ学んでほしい内容があって、 T2 はいつも T1 よりも短いということです。確かにこのグラフを見ると、いつも T2 のグラフというのは、T1 よりも下にあります。これはどういうことを表しているかというと、T2 緩和による位相分散というのはあっという間に起きるということです。ラーモアの式のところで説明しましたけれども、再差運動の周波数というのは非常に速く行われていますので、わずかな回転速度のズレであっという間に信号減衰が起こってしまいます。よって、T2 緩和というのはあっという間に起きてしまいますので、いつも T1 台なり T2 という関係が成り立ちます。これは非常に重要な考え方です。この、BPP 理論、相関時間から緩和時間を考える理論、難しい数式は今回省きましたけれども、このような定性的な内容は捉えていただきたいと思います。ここまでスピンスピン相互作用と T2 緩和について説明させていただきましたけれども、位相分散が起こる理由は実はスピンスピン相互作用だけではなく、もう一つ原因があります。それがこの外磁場の不均一というやつです。ここに XY 平面があるとして、その場所場所に磁場が張り付いているようなイメージを持ってほしいんですが、この場所もこの場所もこの場所も完璧に同じ磁場を作り出すというのはまず不可能です。それはなぜかというと、装置の限界というのも一つの理由として考えられますが、人体が入るだけでその影響で磁場というのは乱されてしまいますので、全ての場所で同じ磁場を作るというのは不可能です。この外磁場の不均一が位相分散を促進することになります。例えばこの場所が完璧に理想な 1.5000 テスラだとしても、
この場所では多少乱れて 1.50001 テスラ、この場所では少し少なく 1.49999 テスラだと仮定すると、このラーマーの式より磁場強度によって再差運動の周波数というのは決まりました。そしてその比例定数というのは磁気回転比ガンマになるんですが、 42.6 メガヘルツパーテスラ。メガというのは100万、16乗という意味でしたので、例えば 1.5000 テスラの中にいる場合は、この式より6390万回1秒間に回転することになります。凄まじい速度で回転しています。しかし 1.5001 テスラにいる場合は6390万426Hz ということで、1秒間に 426Hz ずれてしまいます。1.49999 テスラにいる場合は6389万9574Hz ということで、理想的な 1.5 テスラよりもこちらも 426Hz 遅く回転していってしまいます。このようにほんの少しだけ外磁場の不均一が起きるだけで再差運動の周波数が変わっていってしまいますので、こちらも位相分散を起こす原因となります。ここまでの話をまとめると、横磁場の位相分散が起こる理由としては、スピンスピン相互作用と外磁場の不均一の2つがあることになります。ここでスピンスピン相互作用の影響のみを考えた減衰を T2 緩和、スピンスピン相互作用と外磁場の不均一両方の影響を考えた減衰を T2 スター緩和とします。この2つは今後スピンエコーやグラジエントエコーなどの具体的な撮影法を考えていくときに重要となります。よく T2 強調画像や T2 スター強調画像などと言いますが、 T2 強調画像というのはスピンスピン相互作用を強調した画像、 T2 スター緩和というのは両方の影響を考慮した画像となります。そして当たり前ですけれども、 T2 スター緩和というのはこの2つの両方の影響を受けた、ダブルパンチで信号が減衰していきますので、あっという間に信号が減衰します。よって、この2つの関係は非常に重要ですけれども、必ず T2 緩和の方が遅く減衰し、 T2 スター緩和の方が早く減衰する。よって T2 大なり T2 スターという関係がいつも成り立ちます。この動画の最後に MRI 信号と電磁誘導の関係を見ていきたいと思います。MRI における信号源ですけれども、受信コイルに流れる電流が信号源となります。そのためには電磁誘導という現象が起きる必要があるんですが、この電磁誘導、中学校の復習ですけれども、コイルを貫く磁束が変化したとき誘導電流が流れるという現象です。そしてこの誘導電流が MRI における信号源となります。ここで一つポイントがあって、コイルを貫く磁束が変化する必要があるということです。よってコイルの前にただ磁石を置いとくだけでは貫く磁束が変化しないため誘導電流は流れません。貫く磁束を変化させるためにこの磁石を動かしたり、もしくはこの磁力線が時間的に変化する必要があります。こちらの図は共鳴のところで勉強した縦磁化と横磁化の関係と受信コイルの配置となります。ここから学んでほしいことは、何が誘導電流を引き起こすのかということです。結論から言うと、縦磁化は誘導電流には関与せず、横磁化の変化が誘導電流に関与します。それはなぜかというと、この XY 平面のところに受信コイルを置くことによって、T1 緩和の時に勉強した縦磁化が変化したところでコイルを縦に動かしたようなものなので、コイルを縦に動かしたところでこのコイルを貫く磁束は変化しません。よってこの縦磁化の変化というのは誘導電流には関与しないわけです。関与するのはこの横磁化の方であって、今回勉強した T2 緩和もしくは T2 スター緩和によって刻一刻とこの矢印は減衰していきますので、コイルを貫く磁束も刻一刻と減衰していきます。その変化が電磁誘導を引き起こし、誘導電流が流れるわけです。ポイントとして押さえていただきたいのは、縦磁化の変化が誘導電流に関与するのではなく、最終的な横磁化の変化が信号強度に関与するということをポイントとして押さえていただけたらと思います。
それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は T2 緩和について説明させていただきました。緩和というのは共鳴と逆の現象でしたけれども、 RF パルスが号令の笛のように働き、最初足並みを揃えていた横軸ですけれども、位相分散によって矢印が減少していく過程となります。そして指数関数的な減衰曲線の中で 37% まで減衰する時間を T2 緩和時間と言いました。そしてその後は T2 緩和の原因について追求していきましたけれども、スピンスピン相互作用が働くことによって T2 減衰が起きました。隣の磁気モーメントの影響を受けて磁場が乱れることによって回転速度が変わり T2 減衰が起きました。そしてその後、T2 強調画像で高信号の代表的な物質は水というお話もさせていただきました。さらに位相分散の原因としてはスピンスピン相互作用だけではなく外磁場の不均一も影響としてありました。そして、T2 緩和というのはスピンスピン相互作用の影響を考えた緩和、 T2 スター緩和というのはスピンスピン相互作用と外磁場の不均一両方の影響を考えた緩和であり、 T1 台なり T2 台なり T2 スターというこのような関係についてもお話しさせていただきました。この不等号の関係というのは試験でもよく聞かれていますので、原理からしっかり押さえていただきたいと思います。そして最後に電磁誘導のお話をし、受信コイルで受信できるのは横軸の変化というお話をさせていただきました。これらが今回の動画の内容のまとめとなります。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指してためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。